カスペル・ウォルデマル・ハマ・ライネンは、フィンランドのサッカー選手。フィンランド代表。ポジションは MF。トゥルクで生まれ、地元のトゥルンパロセウラの下部組織から、トップチームに昇格し選手となった。2008年6月に、プリメーラリーガの CD ナシオナルが彼の獲得を、渇望したが、彼が高すぎたために見送られた。その後、イタリアの AS ローマ、SS ラツヨ。 ウディネーゼカルチョを訪れたほか、オランダの NEC 内銘編が彼に興味を示したが、結局は残留した。2009年12月に、隣国スウェーデンのユールゴーデンイフへの加入が、発表された。シャツには、下の名前であるカスペルの文字を入れて2010、2011両シーズン、30試合すべてで、先発のセントラルミッドフィールダーとして出場し、 同じフィンランド出身のダニエル・シェルンドとコンビを組んで活躍した。2012シーズン開幕前にマグヌスペーション監督が彼をより攻撃的にコンバートしたため彼はその役割もこなせるようになった。しかし2013年1月にエクストラクラサのレフ・ポズナに移籍。移籍金は公になっていないものの25万ユーロ程度と推定されている。 2月24日に行われたルフ補充付戦で、初出場し初得点も決めて、アウェーながら0から4の勝利に貢献。2012から13シーズンは半年で13試合に出場し、そのうち12試合で、スターティングメンバー、得点は3得点と活躍した。リーグを2位で終えたレフ・ポズナンは、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14、予選への出場権を得た。 2016年1月11日に、ライバルのレギアワルシャワに、自由契約で移籍し3年半契約を締結した。地元開催の 2003FIFAU-17 世界選手権のメンバーとして出場した。その後、U-21 代表のメンバーとして、隣国スウェーデンで開催された UEFAU-21 欧州選手権2009に参加し参戦すべてで出場した。 2008年11月19日に行われたスイス代表戦でスチュワート・バックスター監督からスターティングメンバーに選出されてスイスの地で代表初出場を果たした。2010年11月17日に行われた3割の代表戦で代表初得点。父親の平木ハマ来年は元陸上選手である。代表での得点一覧。ありがとうございます。